じゃあやっていこう。本日は2020年の5月の31日、明日から6月ですね。気持ちも新たにやっていきましょう。今第一も15分で抜ける時代ですからね。恐ろしい。よろしくお願いします。今日はまあ見えてないところでタイムも測るんですけど、タイム見えてた方いい？大丈夫？本番じゃないからいいよね。そうだから RTA の情報とか仕入れず1ヶ月来てるので、ルール変更とかもちょっと分かんないんですよね。まあまあまあ、あーやばい、トゥミン家の BTB とか忘れてなきゃいいけどね。一応やることを口に出しながらやっていきましょう。指差し確認でやりましょう。もう心配だよ、開始早々の壁抜けも。はあ、そうだ、壁抜け新しいのできたんですってね。よくわかんない抜け方で最短で抜けるやつができたらしくてびっくりしました。目を覚まして、ゼルダの伝説で言うと、時岡のまたワールドレコードが更新されたのが、まあすごいなと思ってます。それはシーカーストーン、長き眠りから覚めたあなたを導くでしょう。はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日こそやるぞ、練習をね。第一抜けで、チョコビ TV までかな。タワーチョコビ TV までやりたいです。頑張れるところまで行きます。ほい、大丈夫、まだ勘を忘れてない。ほれほれ、やっぱりか。恐れていたことが、やっぱり勘が戻ってないっていうのはこういうこと言うんだな。あー、やってないと抜けなくなるんだ。やっぱ日々なんですよね。この感じ、いや、なんかこの感じじゃないかも。この感じ、よし。うわ、これもう本当に自業自得なんですけど、よいしょ、この段階でやってないブランク感じるんですね。怖いですね。あー、でもここの抜け方はなんとか。あー、でもやっぱ1ヶ月やらないっていうのはすごいあれなんですね。今日はリハビリだと思ってお付き合いください。やることはいつもと同じです。あー、一個取りそびれた。何でどうせ余分に取ってんだから。リンクって、はい、もう、え、ちょっと待って、なんだこれ。リンク、シーカーストーン。あ、合ってんのか。マップに示された場所へ向かうのです。ダメだ、動物の森やりすぎさせてカメラ操作がおかしくなって。僕はいつもリバースにしてるんですね、カメラ操作が。それが動物の森はカメラ操作が。あ、こんにちは、よろしくお願いします。もう早速壁抜けができなくなってる
現状に今うっそ驚いてるところですけど、なんとかやってるんですよね。あ、時間足んないじゃんこれ。操作感間違えてる。おお。まあ、安定していこう。もうシールドサーフィンポイントもクソもねえな。ういっ、あぶねえ。あー、やばい、やばいけど、まあ手が若干覚えてるのはありがたいね。はい、次どうするんだっけって言ったら、もう先に手が動くというですね、素晴らしい。どうかな、ちょっと左につけすぎたような気がするけど。ああ、素晴らしい。はい、失敗。よし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 、スキューは大丈夫だ。スキューの練習は散々したもんね。遅い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 、あー、もうタイミングズレズレだよ。何がって思うんでしょうけど、ゲーム開始のスキップのタイミングが遅いんですね、今ね。だから多分ビタロックかけた時に橋の傾きがもしかしたらギリ足んないかもっていう。一周待った方がいいんじゃないのかな。まあなんとか。あへへ。こっちが間に合いませんか。そうですか。どうしよう。一回シールドサーフィン試すか。相変わらずここだけは苦手だけどね。苦手意識でやってますか。ふ、危ねえ。今んとこ再開して練習目標としてはやっぱ一番最初の壁抜けポイントですかね。壁抜けをちゃんとやれば大丈夫だと思います。ティッシュください。あーの、忘れてるよ。ローディング長くなったよ。うわー、そうっすか。今コントローラーを拭いてます。やっぱりデリケートなんですね。よいしょ。コントローラーがちょっとでもヌルヌルしてると嫌なんだな、これな。ほうほほい。8分。うわ。3分遅い。おお。ああ。ここまで8分20秒。でもやっぱ、うん、そうね、このほんとセリフでゲームが止まらないんであれば一番いいよな。もう何百回も やった大地ですから。はい。ボタン操作を動物の森と混同してしまう。よし、せーの、いきますよ。やっぱ変な操作覚えるんだな。ここのタイミングはですね、
上手い人は3カウント、自信ない時は5カウント。まあ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 操作に戻るまでが、よし、ずれた。最初の矢を打ってから5つ数えて飛ぶとちょうどトゥミン家のはずなんですが、よいしょ、ここもうちょっと慣れないとダメですね。1、2、3、4、5。あー気づかれた、ウソン。やっぱり感覚がずれてんだな。で、自信ある人は3カウントぐらいで飛べればいいんですけど、5が成功率が高いね。1回失敗してロード挟むよりは、だからご飯食べて、あーこの操作か、おーあーやーばい、足りなかったですけどね、しょうがない。あ、オッケーオッケー、わかったわかった、これ今日無理だ。正面扉抜けの練習の方針をもう採用はそっちなので、こっちが安定しないですからね。やっぱり抜けるんであれば安定する方でやり慣れた方って思いましたけど、そんなことはない。
怖い。よいしょ。こっち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 。おいおいおい。本当はスキューの依存を利用して抜けていいはずなんですけど、あれ難しいんだよね。多分でももうみんな覚えてやり始めてんだろうなと思いますね。なんだっけ ES。 うわっぺ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 。足りねえし。足りなかった。よし、オッケー、オッケー。まあ課題は見えましたね。あれ今の足りないんだ。16分、一つの祠に8分かかってる。まあまあまあ、こんなもんでしょう。あと何の練習しようかな。ウィンドボムの練習とパターンと操作固定とみたいな。これで、タイトル画面に戻るんだね。ワープさせられるから、強制ワープで。オッケー。ああ怖い。おっ、はいはい。戻って走って。あ、でもやっぱ綺麗だな。綺麗だな。こら、え、なんで？あー、そっか、A ボタンで拾うんだ。はぁ、Y ボタンで拾おうとしてる。うわ、やばい、武器耐久に、ちょっと変な。 A で拾う、A で拾うんですよ。操作忘れてるって決定的にダメじゃん。よしよし、ええね。よし、だから1回しかやらない操作とか忘れてる可能性があるし、今のところはシールドジャンプして2段飛びですよ。おいっす、頑張る。うわ、足りない。
計算通りです。ずれた。弓矢2本拾いそびれ。ここで当たりが出るのを待つ。よし、また B ボタンを押した。また Y ボタンで拾おうとして、攻撃ボタン出した。みんな統一してくれ。ゲームは B はダッシュ、 A はジャンプ。頼むよ。20分、長いですね。タワーまで8分で来てください。BTB が一番怖いね、やっぱね。とはやっぱ心配なのはウィンドボムの感覚を忘れていないか。空中系はおそらくもう忘れちゃってしょうがないとこなんでしょうけど、それ以外はね、なんとかやりたいところですね。ほっ、ほほほい。本当操作忘れるぐらいだったら、本当一回通すぐらいの勢いじゃないとね、癖は治りませんからな。5本入りが来て、ラストチャンス。1本、そうですか。しょうがないね。よんちゃん、いやー、1ヶ月、配信では1ヶ月やってなかったですね。だからね、操作が違うゲームの操作になってるんですよ。Y ボタンを連打して物を拾おうとしてますよ。よろしくお願いします。裏で流行ってたんですか？裏ではやってたんですけど、それもね、2週間ばかしやってなかったので、そしたらもうダメだね。癖が、変な癖がついちゃう。なのでまずはリハビリという形で始まりの第一をやってます。今のところ問題点が2つですね。壁抜け、てっきり動物の森やってるのかと思った。言うな、動物の森の操作に慣れすぎてカメラ操作から何から混乱しながらやってるっていうのは内緒だ。カメラ操作のリバースが本当気持ち悪い。僕は必ずリバースにしてるんですけど、最近のゲームはそのカメラ操作ね、リバースが選べないゲームあるからね。あれが本当に。どうしたのかって。
撃て撃て。RTA のほらタイマーを動かすのも久しぶりなんで、押すタイミングとかも忘れてますね。あの画面上にはタイマー出てませんけど、それでやってます。ほい、あ、しまった。ルビー取ってないじゃん。もう次忘れないでよ。お金序盤のやつが無理じゃんってなるから、ルビーはちゃんと取ってください。なんでそこで引っかかるかな。あ、うっ、うっ、だ、だ、うっ、くそ。あの樽ずるいよ。ダメだよ、あれは。動けなくて、無理やり移動しようとしたら落ちちゃって。ほんとゼルダはすごいな。パターン作ろうとしてパターンができないんだから、すごいよこのゲームは。とかくボコブリンのね、行動パターンは一定じゃないからね。すごいね、3年目にして初めてのこととか起きるんだ。ほら、またやった。うわぁ、またやった。あ、違う。ほっ。何が違ったかというと、祠に入る一直線のルートを間違ったんだね。あら、見慣れないガーディアンがいるっつって。まあそういう時こそですよ、僕は進化を発揮して。ここのウィンドボムは一発でいくんじゃないかな。あの感覚で飛べっていうので言っていただきたいね。パパン、パパンでいいはずなの。パパンで言ってくれる。
本当に操作があれだな。せーの、せーの。あー、設置遅い。あー、なんちゃっちゃ、なんちゃってだよ。今反応しなかったな。僕は何をしようとしてるんだ。だけどもう30分経ってる。じゃ半分でいかないとね。方向調整、テイクウィンドボム。あ、高い高い高い高かった。いや、じゃあ今のはなんだ、なんで高くなったんだ。ボム設置系は、うん、持ってない持ってない。最初からあればね。もうで練習の時はこうやってドロップインですよね。歯車以外がもう全部正解じゃん。あー、もう全部正解じゃん。シャフト2のネジ3なんて最高じゃん。というわけでもうこっちから行きますよっていうやつですね。たまに変なとこ引っかかるけど、低いってことは遅いんだよね。入力遅いのか。はい、2段目の入力が遅かったんですね。今ね、さすがに、さすがにこんな感じ。まあでも、あの木でビタロックでいくのとそんなに変わらないし、ちょっとしたズレで失敗するからあんま採用されませんけどね。これね、僕は好きです。ウィンドボムで窓の隙間からパッて入ってホッホッホッてなる感じ、超好きです。それすらも、それすらも見越していたか、ガノン王みたいな感じでいいですね。姫の名はジェルタ、君の娘だ。サンキュー。で、コロム取ってタワー行ってですね。で、タワー行った後はちょっと僕はあれですね、今回は攻略じゃなくて
あーまたやった。武器耐久がもう、まあ今日は投資じゃないからさ、いいけどさ、武器耐久のこと考えてね、ほんとに。ただ口笛ダッシュは忘れないね、素晴らしい。よいしょ、これだけは染みついてんだよね。違うな、今多分弓のタイミングが違ったんだよね。だからうん、あのバレットタイムに入らなかった。入ってたら飛んだんじゃないかな。よろしく。あーいいですね、よろしくお願いします。うわー怖がりあれちょっと待ってね、あー今もう弓矢開くタイミングが超怖がりだったなと思ったけど、それですら今かすってないっていうのが恥ずかしい。やっぱここか。ああもう本当にあのああこのゲームはだからやる人が頭おかしいんですよね。始まってゲーム発売したその日にいろいろいやこちらこそすいません今のはでも僕が悪いんです。始まって開始でね、1日目でいろんな攻略法だなんだって見つかるからね、作る方も大変だなと思いますね。でここいやちょっと待って、ちょっと待って、うわ、何が悪いの、何が悪いの。あーね、まあそういうチャレンジもする人いっぱいいるだろうし、まあそういうのもあるし、本当にいろんな技がいきなり見つかるからさ、プレイヤーがだからそういう、よいしょ、なんだ、半分プログラマーみたいな思考で多分プレイしてんだろうなと思うんですけど。あー見えない、よしと、これはいったろ、サンキュー。いったけどさ、いったけどだいぶ左です。ちょっとずつ微調整はしてるんですけど、
うん、ああまた操作間違ってる。この辺の微妙な操作を本当間違わないようにしてください。はい直行しなさい。でもウィンドボムはわりかしあれですね、大丈夫ですね。あの雑なウィンドボムはちゃんといける感じみたいな、安心しました。うんうん、だから このウィンドボムだってゲーム発売して2年間誰も気づかなかったわけで、すごいもんだなと思いますよ。革命ですよね。これができると普通のプレイでもいろいろ楽しめそう、うん、緊急脱出もできるし、うん、一番すごいのはウィンドボムを使うことによってダメージ軽減ができたりとかするからね。なるほど。あのヒットポイントの半分持ってくライネルと戦うときとかにウィンドボムできる段差があったりとかするとダメージ食らわないというか、ゼルダには無敵判定があるので無敵判定を利用してそういうことができますね。今着火が遅かったから上に飛ばなかったんですね。だからさっきは早すぎたんだな。あのワモダイじゃない怖いね。うわ練習だとこんなドロップになるんすか。あーあーだから Y ボタンで拾おうとするんじゃないなんで Y ボタンで拾おうとするかな。A ボタン。え？あ、ほんと、うん、いや、そうしないと はめられちゃうんですよ。敵が AI 頭良すぎるから。ベストのタイミングで撃っててるから。後付けだったんじゃないかな、無敵判定は。あー、一発足りない。外したもんね、しょうがないよね。A ボタンで拾う、 A ボタンで拾う。うん、くそ、後ろの方にルビーとか勘弁して。ここは別に捨ててもいいアイテムもあるんだからさ、琥珀1個ぐらいなら後ろに行ってもいいやーなんだから。また Y ボタン押したね、また Y ボタン押したね。でルピー回収して、最初始まりのルピー回収してねえから全く意味がない。なんでこんなのに。せーの。よしナイス。ちょっと高さが足りない。もうちょっと綺麗になってほしいね。そのこと足の耳寄せてくる。あるね。キーコンフィングでね。ったけどで、これで回復、OK、で、ここでリンゴ取るとアイテム欄がリンゴにセットされるから、ゲームの仕様がやっぱ面白いなと思うね。最後に取ったアイテムのところにメニュー画面で表示されるとか、頭いいなと思ったりします。Let's go! ボンジュチマヘイパアーマミラヘイパボンチュミドハドアズアズウェイヘーミーアメチハルタチャラララタタタタタタタララ
ちょっとずれたかな。ずれたね。これを空中ウィンドボームで制御する人いるから、どっかに。空中分で取られちゃったかな。ハートかけるな、かけるな。あー、かけた。うわー、かけちゃった。かけたら、この回復がなくなるよね。今回はあとはもう始まりの大地でリハビリを終わりなんで、やりたいところをやります。うっそー、もうもうこう、あれ始まってダッシュジャンプ乗るね、こうね、ちゃんとやって。で失敗したのかなぁですけど、ね、こうよね。ほら、くそ、警戒したけどダメージキャンセルでダメージ受けなかった。どうなんですか。じゃあもうかかりこ村行って、ちょっと、かかりこ村に行くの？行かなくていいんじゃね？どうしてもクリアできない祠があってリーバルトルネードで行けると思ったのに。はい、ここのこと？上に入り口があるっていうやつで。よし。本当は下の祠に行くんですけど。なるほど。そうだよね。祠で使えろよって思うよね。ウルボザの怒りなんか、力の試練なんか、最高の使いどころじゃんと思うんですけど。イエーイ、弱い。語りどころ悪かったな。弱いな、弱いな。弱かった。これは絶対届かないから、ウィンドボムでやるしかないのか。飛べ。しまった、体力がなかった。体力がなかった。あー、めんどくさい。しかもウィンドボム途中で死んだりすると、労働がめちゃめちゃ長かったりするパターンとか、祠の中まで戻されるパターンがあるからな。どっちだろう、祠の中パターンじゃないのこれ。中にはまあまあ、もう一回できるからね。あー、そっか、英傑が使えるバグがあるというね。英傑バグは欲しいです。
ルスピード。あら、でもちょっと弱い。かかりこに行く予定だったんですけど、かかりこではない方向に行きますね。今日はここの練習したら終わろうっていうところですね。あそこのタワーがあるんだけど、あそこに行くためのやつを練習したいけど、回復が間に合わないよって感じがちょっとするぞ。せーの。あはははははは、嘘や。たまにあるやつ、たまにあるやつ。今のはでも最初の爆弾の置くタイミングが遅かったんだと思うんですよね。だから最初の落ちるね。やっぱりこうリハビリが必要ですね、これはね。ここどこ？どこって思ったらシベニーロじゃん。シベニーロじゃん。シベニーロじゃダメなんですよ。おーロードおー、こっちで行くか。参った参った。そういうことですか。練習がしたいんですよ。練習をさせてください、タワーだね。もう起動させちゃってるけど、ラネールの塔に行くためにBTB とウィンドボム使ってこれが早いだろうっていうのを見つけたんですよね。それを試したい。で、まあそれはゾーラの里に着いてから一旦かかりこに戻るまでのルートの中に入るんですけど、だからゾーラの里からやってきます。よろしく。ハートのがあるからいろいろ管理しなくていいっていう。そっか、そうなの。で、じゃスト。ジャストじゃねえか。頑張りこんなにないんですからね。失敗した。よいしょ。でここ読んで、ラグった。ラグドマリー。せーの。体力がいきなり増えた。前のデータだね。で、
横で、転ぶ鳥居のですよ、ね、てんてけてんつったら今度ここ登ってなあ、あああ叫んだって早くならん。それで取ってで、こっからだったら普通に行ってもいいような気するけど。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。うう、操作間違ってる。で石碑取って、この裏側の石碑は来るときに取るからいいので、で橋のチェック入れて、でアイテム取って、遅いんじゃない？おーナイス。素晴らしい。今のは絶対遅いと思ったわ。このコログ取って取りました。ただあーこっちじゃない、はっ、せーの、ジャストねえ、あーマジか、こういうことあんのか。高さ出なかったんだ。距離まっすぐ飛べばこの辺に来るわけですよ。この辺にコルグがあるから、それを取って、まあ取ってというかもうすでに取ってあるんですけどね。コルグ取りました、はい、イエーイなんて取って、そしたらもうここで構えて、 こっちかこっち構えて、ここですね。ここに行きたいわけです。ここ来て、降りて、弓を構えて、気づかれるじゃん。ここで構えるじゃん。そうすると、茶色があそこで絶対止まるんですよ。だから超狙いやすいんだね。でそのまんま BTB 発動させて、真上に飛ぶ BTB を出してこうすると、でここからは普通に打っても全然いいんだろう。で、ここ行って橋のチェックして、うん、いいね、本番で出ればよし。失敗したら全部がダメだからね。今はハートと頑張りに余裕があるからこんなことやってるけど、でパンタタタタタタいやでここで転ぶとってポン、パンパラパン、やはは、降りて、あそこの宝箱取って
エンドボールでこっちが来て、ここを攻略して、前半に取らないとイーガダンがめんどくさいことになるので、こっち方向に飛んで、コロボ取って、高さ足りるかな、高さ足りるといいんだけど、えいっ、あー今のは明らかに足りない。あと叫んだって本当にダメなんだからね。よいしょ、いや恥ずかしい、お恥ずかしい。よいしょ、それでこっち行って、いやもう本当に点と点をつなぐまっすぐな線を構築できるので、もうちょっと左でしたね。で、あそこの、なんだっけ、あれを取ってな、ここのウィンドボムするとこのタイミングというか場所はどこがいいんだろうな。この辺でもいいのかな。ちょっとこの辺試します。へへ、やっぱそうよね、だからここにしてんだもんな。そしたら今度また、このコロボ取って、でここはチチュとか気をつけてて、テレテンで、ここのコロボ取ってて、テレテン、アイスメーカー出して、あーずれた、で、ほこら取って、コロブ取って、コロブ取って、風船イベントを終わらせて、ワープと。で、かかりこにワープして、BTB ってことだよね。OK、OK、十分です、十分です。練習は終了です。今回の放送は以上となります。ありがとうございます。こっちの方は なんだろうな、でも多分ハートの余裕があるから プレイに緊張感をなくやってんだろうけど、これギリギリでいつもやるからね、そうなったらまた違うんでしょうね。ごめん、ここ宿ってあるんだっけ、止めてって言うとどっか止めてくれるとこあったんだっけ。宿、お宿はこれ、あ、あるんだ、あの RTA で使わないから場所覚えないんですよ。お昼、とにかく Y ボタンでも拾う癖だけは直した方がいいですよ。ということで、
分まだ果ての村行き BTB はできると思うので、それも練習でやっておきましょう。うん、素晴らしい。理想ですね。理想のラインですね。ここ降りて、そうするともうほぼほぼ絶対ここで。大丈夫だね。うん、ちょっとずつ勘を取り戻してきたっぽいので大丈夫です。あははは、空中ウィンドボム、ちょっと空中ウィンドボムもう一回やらせて。よし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 、大丈夫大丈夫。よし、できてる。ああ、画像の読み込みが終わっていないパターンですね。ありがとうございます。違うんですよね。やっぱぐるっと回っていった方が間違いないね。失敗のリスクよりはこっちだ。これでパラリラパラリラの方がおそらくいいと思います。というわけで、今日は終了です。ありがとうございました。終わります。